こんにちは、はじめ社長です。めっちゃ買ってしまいました。こちら車に貼る用の傷つきましたステッカーです。はい、というわけで私、耳寄りの情報をうちの後輩から聞いてしまいました。あえて自分で言ってたんですよ。僕は悪くありません。自分の口から自らの声で彼は声明を出しました。こちら、どうした？なんか車がもう車検来るから、うん、車変えようかなって思ってて。おお、別にもうこれ多分売っても多分マジ金になんないじゃないですか多分。ああ結構使ってるから、ね、結構使ってる。変えるからまあ別にもうこれそろうち多分あれですよね、ゴミくずになるんですこれ。ああ、はいはい、この愛車が、はい、まあ別に肉なり焼くなり好きにしてくださいっていう。どう使ってもいい。どう使ってもいい。やったちゃんと聞きましたね皆さん。彼は自分の口で肉なり焼くなり好きにしてください言いました。おめでとうございます。後輩の車も結構昔から使ってるらしくて、もうそろそろ車変えようかなって言ったんで、この際ちょっと遊んでやろうかなと思います。というわけで今日の動画はシンプルに後輩の車をボッコボコのズッタズタなめちゃめちゃねしてみようと思います。あ、もちろんシールでね。本当にやるとさすがにあの揉め事になりそうなんで、こんだけ30枚、これ何枚ついてんだ1枚あたり。やば、2枚付きじゃんこれ。え、待って、2枚どころじゃない。待って1枚あたり約40発の傷、 40×30 枚あるから1200だ。今から後輩の車に約1200個の傷をつけていきたいと思います。で、最近後輩とずっとうちにいるんで車あんま乗ってないんですよ後輩。なんで多分そんなに車のなんか外壁とか確認してないんで、なんか気づいたら誰かにボコられててみたいな空気感出して、後輩の車に1200発の傷つけていこうと思います。とりあえず開封。確か法律的にその取れないステッカー貼ってる分には問題なかったんですよね、運転するとき。なんでこれもう完成しちゃったらそのままボロボロの傷だらけの車で走っちゃっていただいても構いません。なんなら車買い替えるまでそれでいいんじゃねえまである。一回並べてみようか。すごい多いけど大丈夫かこれ。俺心配になってきたよ、この量一人で貼れるか。すいません、あとね、これね、開けていくうちに気づいたんですけど、微妙に違うんですよ、全部。これすごくないですか？なんか微妙に違うんですよね、これ。マジでリアルかもしれん、これ。おげんは、まだだってこんなにあるんだよ。たくさんあります。こんなに1日で貼れるのかな。車の表面積もあるんで、ちょっと可能な限り貼っていきたいと思います。では、行こう。というわけでここがターゲットの現場です。こちらの車になりますね。見ての通り結構もうとことん傷ついてる、相当乗ってると思うんで、マジでそろそろ買い替え時なんですよこの車。というわけで最後にしっかりと傷つけて終わらせようと思います。では作業開始。ターゲットが上にいるんでちょっと静かに貼っていきましょう。まずは銃弾から。黒いメッキでも剥がれるとなんか銀色なんですよ車って。貼っとくだけでも普通に穴開いてるみたいに見えるわ。こんな感じでちょっと貼っていこうと思います。ちょっと次爪貼ってみましょうか。こういうところとかめっちゃやられてそうなイメージ。あ、うわー、ぽい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 、ある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 。貼っていくうちに気づいたんですけど、やっぱ横の傷がめっちゃリアルですね。いや、これ全部貼るとなんかリアリティなくなりそうなんで、いい感じの絶妙なラインで貼っていきます。そのリアリティのある傷の多さ、それができるのが動画クリエイター。ちょっとやりすぎたかな。ちょっと映像からは分かんないですけど、カメラから見ると普通にめっちゃ傷ついてる車だって感じです。フロントはもうこんなもんでいいでしょう。はい、続いては横です。横もちょっといい感じにガガッとこのなんか爪が横にギーってなってる感じ出せればいいなと思います。いきます。はい、というわけでサイド完成しました。いかがでしょう。いや結構やっぱ車が傷つくっていうとサイドのイメージがあるんで相当力入れました。いやーギルだな、やりすぎ手前ぐらいな感じだと思います。でも結構リアルです。もうボロボロなんだけど。はい、もう一息です。頑張っていきましょう。次は後ろです。後ろは正直ドッキリにはあんまり必要ないんで、まあ気持ち程度に全体のバランスを取るぐらいで置いておきましょう。怖い。なんか
うち階段から降りてくるからワンチャン上も見られる可能性があるんで上も一応貼っておきます。というわけで無事完成しました。こちらが多分1200もいらなかったですね。大体でも3400傷ぐらいつけることができました。後輩の車でございます。本当にもっとめちゃくちゃ1200万円ベタベタ貼ろうとしたんですけども、せっかくやるんだったらリアリティを求めたいなっていうことでリアルにありそうな傷の限界の数にしてみました。後ろと上も一応ちょっとだけ貼ってどこから見られても一応傷ついてるようには見せてあります。ただ前と内側だけめっちゃ本気で傷つけた感出したんで、この車を見た時後輩はどういう反応するのでしょうか。多分なんですけど近くで見るとさすがにシールってわかるんで、本当ここから降りてきた時の反応次第だと思います。ではターゲットを呼んでみましょう。買い出しに行かせるみたいな、近隣の買い出しで車乗ってちょっと買ってきてっていう嘘の言い方で呼び出して急いでこうやって車と起きたらこのざま。というわけで果たしてどういう顔を見せてくれるのでしょうか。では行きましょう。やばいって普通に。あ、ナンシー？え？やば。やられてんじゃん。これは元々の傷。え？なんか もはやかっこいいまである。肉なり焼くなり好きにって言うから。まあ、こんな優しいのありがとうございます。いや、ゲゲどうよ、このヴィンテージ。もう使いにくい。いや、なんかもう一周してかっこいいまであるっすね、これ。俗に言う、いたしゃっすよね。いたしゃっすよ。後ろちょうどよくない。え、なんかこんぐらいやったらなんかもう、このままでいいみたいまである。ない。ないか。これ何これ、打ち抜かれた。あのバットで殴られた感じかな。ああ、なるほど。デッキが剥がれちゃうみたいな。ああ、なるほどね。というわけで、ケンスケが目を離した隙に車ボコボコにされてるドッキリでした。買ってくれる方、募集中。